者は高校6、7番手。体勢変化なく赤番周回、まもなく2コーナーからバックで向かうところ、誘導との車間を若干切っています。1番の末木が突っ張る体勢でしょうか。2コーナー回っていきます。3番の吉本体勢はじっと戦略見据えて4番で動きません。誘導員外れてこのまま1番の末木浩二先行体勢に持ち込んでいきそうです。3番の吉本は4番手、短期2人も動けずに最後方からは5番成松、内潜り込んでいきまして最終周回、このまま真受け1番末木浩二主導権です。短期5番の成松春樹、ここで4番手に入って1社遅れたのは3番吉本大成、5番手最後方2番佐川翔吾で2コーナーからバックで向かっていきます。先行1番の末木浩二縦1本で最後方からは2番の佐川翔吾まくっていきまして1人2人かわしたところです。先行1番の末木浩二、そして4番手から縦に踏み込んだ5番成松春樹が届くかどうか。直線コース、先頭1番の末木、番手からは4番の吉田隼人、1番末木が踏ん張ったか。優勝おめでとうございます。初戦のうちからレースがなかなか動かない、そんなレース感じですね。それも想定してたんで、もしかしたら最後まで悲しかなと思ってたんで、まあ、そこは想定だったんでうまく自分のペースで仕掛けられました。まあ多分、中段にいた吉本選手の動きとかはかなり、そうですね、まあすごいいいところにいたんで、まあ、遅めに来るのかなと思って。なりますとか、その辺が動き出してって形だったんですか。そうですね、もうあの一周で来なかったんで、またもう突っ張って逃げようと思ってました。あとはね、もうラインの中だったら誰が優勝かっていう、そうですね、もうバックでは誰が来ると思ったんで、思いっきり残り半周全力で見ました。まあ、2日、昨日、今日と、いいレースだったと思うんですけど、そうですね、このメンバーで優勝できたのがすごい自信だったんで、次からも伝えられたいと思います。次はどのぐらいの目標にしましょうか。まあ、あの今季のプレー駅もしっかりまた優勝できるように頑張って、大会スキルでも活躍できるように頑張りたいです。そんな姿を期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。